はいどうも皆さんこんにちは、リュウケンです。リュウクラパート24やっていきましょう。まずは前回のリュウクラ。前回は水源1個で苗木などを回収できる植林場を作った。全6種類の植林場作りは結構大変だったけど、これで木材不足解消だ。はい、てなわけで今回はですね、自動焼肉装置を作りたいと思います。イエーイ、パチ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 。はい。いや結構ね、なんだろう、僕の中で焼肉機は残酷だからやべえかなって思ってたけど、作ります。ここにね皮が入ってるんですけど、この皮がねめちゃめちゃ欲しいわけですよ。僕はね、肉よりどっちかっていうと皮の方が欲しい。なぜかというと、このチェスト見て分かる通り額縁がないので、どこに何があるか全然分かんなくって、いい加減ストレスでやばいので、焼肉機作って皮いっぱいゲットして、額縁をねいっぱい作ろうかと思っております。その前に本日のエンチャントやっていきましょう。この間、襲撃イベントトラップのとこにいたら、なんとほら修繕2つ目のね修繕エンチャントゲットいたしました。なのでこれを今回つけて、でさらに斧、この斧にね耐久力がついてないので、今回はこの本にエンチャントして耐久力を出そうと、そういう感じでございます。その前にね、まず修繕つけよう。修繕ダイヤモンドのシャベルにつけようと思います。うん、よし、ダイヤモンドのシャベル、名前変えよう。名前、ダイヤモンドのシャベル、カーンが聞こえた、カーンが。ダイヤモンドのシャベルでシルクタッチだから、どうしようか。はい、名前はシルクタッチとシャベルでシャルクシャルクにしました。よし、シャルク行くぞ。うら、おお、できた、修繕ついたね、いいね。ってことで夜です、寝ます。急いで急いで、おやすみな、えっちゃん、おやすみ。さてではね、エンチャントやっていきましょう。エンチャントレベルね52溜まってるので、かなり溜まったからね。よし行くぞ。本をぶっ込んで、ラピスラズリ入れて、さて耐久力3来い。水中作業、水中作業、ノックバック、いらねえ。いらないときは1個だけレベル1でエンチャントして捨てエンチャン来い。落下軽減、いらねえ。さあ防護さん、いらねえ。さあ来い、トゲ、いらねえ。さあ来い、防火さん、鋭ささん、いらない。さあ来い、ノックバック2。ノックバック2か。ノックバック2はもらっといてもいい気がする。これあればね、クリーパーに爆破される、可能性がかなり減るんで、これは持ってていいかもね。うん、これつけちゃおう。さあ頼む、そろそろ来い。トゲ1。はい、ということで結果はね、惨敗に終わったということで、耐久力来ないんだね全然。それでは早速本題の、牛焼き器作っていきましょうはい、すでに牛くんがね2匹ここにね閉じ込めておりますね。で、今回ね肉焼き器はここに作ろうと思います。ちょうどね竹自動機の隣。それでは早速作っていきましょう。自動肉焼き器、ここにチェストが来る感じにしたいので、まずおなじみ、ちょっと一回ここ削っちゃおう。11マス掘ります。なんだろう、回収する場所はこのねレールでやろうと思ってるので、なのでとりあえずここに一回こんな感じでレールを引いていって、でここはホッパーにするので一回取っちゃいます。っていうかこのね回収機構に関してはサトウキビ畑とか竹とかと全く同じなんで、詳しくね見たい方はそちらを見ていただけると嬉しいです。なのでちょっと飛ばします。はい、よし、オッケー。アイテムエレベーターとね回収機構の部分はこれでオッケーですね、完成です。でこの部分にチェストを置いて、はい、オッケー、これで回収部分はね完成です。ここからじゃあね肉焼き器作っていきましょう。まずはチェスト両サイドにこんな感じで、石を置きます。でここをバーッと伸ばしてきて、ここもこんな感じで隠しちゃって、こういう感じでね枠組みを作ります。でそしたらこのトロッコが走ってるこの上に、まあ何でもいいんでブロックを置きます。僕はなんか今ちょうど手持ちになったこのね草ブロックを置いときます。でまずはね、溶岩をね流す機構を作っていきましょう。このね土の部分にこんな感じでまあボタンを置いときましょう。まあ、これはね溶岩止めるだけなんで、これ別に看板でも大丈夫です。でここから、ガラスを使ってちょっと囲っていこう。こんな感じで1段ガラスで囲います。で発射装置、ここからね溶岩を出していくんですが、これをねこんな感じで置いて、こんな感じで前と後ろに2つずつ置いときます。そしたらこの発射装置を動かす
やつを作っていきたいのでレッドストーンをね引いていきましょう。この横にもこんな感じでブロックを置いて、でここからこういう感じによいしょします。こっちも同じ、1個出してこういう感じかなね。でこの形になったらレッドストーンをあとは引いていくだけ、こんな感じですとりあえずねレッドストーン引いただけ、めっちゃ簡単。このボタンを設置してオンってやると、発射装置からね物が飛び出すと思います。はい、試しにね全部土入れていきましょう。よいしょ、はいはい、よし行きます。オン、出た出たね今ね。あ1個出てる、パッ、あーオッケーですね。これでね4つ全部からねちゃんとアイテムが出ることが確認できたので、ここにね溶岩を仕込んでいきます。溶岩をこんな感じで、よいしょ、オッケー。そしたらこれを1回囲って、よいしょ、これでね溶岩が出るとここだけがね一面溶岩になって、一番下にはボタンがあるから溶岩がいかないと。なのでね子供の牛は下にいて、で牛が成長すると焼けるっていう、そういうやつですね。ここにね子牛が溜まるんですけど、この子牛たちが成長して大人になったのを見計らってボタンを押すと、そうするとドバッと溶岩が出て焼肉パーリーピーポーができるってことですね。オッケー、怖い怖い、よいしょ、でもう一回押すと火が止まる。あーオッケー、完璧だ、いいですね。これでね処理槽部分は完成です。ここのねガラス3段目の場所、ここは、このねハーフを引きます。よいしょ、はいこんな感じ、はい3段目こんな感じ。続いてここにね土を置きます。でそしたらこっちに向かってこのねトラップドアを設置します。はいこんな感じです。でも土はいらないんで取ります。でそしたらこのトラップドアに向かって、しゃがみながらもう一回ねトラップドアを置きます。こんな感じで、こうすると畳んだ時にねこういう形になると思います。でこの上に大人のね牛たちが乗るわけです。で子供を産むとその子供はね下に落下するようになります。はい、とりあえずねこういう形にしときましょう。でこのねここなぜハーフにしたかっていうのは、ここからねトラップドアをねいじれるようにっていう感じですね。はい、そしたらここはこういう感じにしちゃって、はいこんな感じにします。もう簡単だね、もうできたよ、痛いよ。水をね置いといてあげましょう。オッケー、こんな感じでね水は溜めておいてあげましょう。さあこれでほぼほぼ準備完了ですね。あとは牛くん連れてくればオッケー。だけどこのままだと逃げちゃうので、ここをね少し高く積んでおきましょう。上に上がるためのね階段も設置していきましょう。普通に横から上がれるようにして、ここから上がるか、こんな感じで、こんな感じにして、この一番上の段はこんな感じでねハーフ引いてあげればちょっとおしゃれに見えてかつモンスターが湧かないという湧き潰しも兼ねて、こんな感じでどうでしょうか。よし、オッケー、どうでしょうか。こんな形で焼肉機ほぼほぼ完成でございます。それではね牛くんたちをあそこにね突っ込む作業移ります。はい、小麦、ほら小麦好きだね。小麦ね見せてあげればこうやってついてくるから、そのまま階段を、お前階段使え、階段使わないと来れない。よし、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。階段使ってきたらちょっとしゃがみながら行って、うらやって落とす。オッケー、まず1匹、はい、あーいいじゃん、整列しちゃっていいね。登ってきて登ってきて、はいゆっくりよ、俺落ちないよ。待って待って、お前そっち落とすな、お前そっち落とすな、こっち落とせ。あー落ちた、オッケー1匹オッケー、落ちろ、うら、イエーイ、落ちた落ちた。食べさせてあげて、よいしょ、はい、そしたらチュッチュして赤ちゃんが生まれると。ここでね下開けると、赤ちゃんね落ちます。ここにいっぱい牛をね入れてあげると、赤ちゃん生まれたらそのね大人の牛に押される感じで下にね落下するという、そういう感じなんで、なるべくねいっぱい、ここにね牛を詰め込みたいんだけど、 あそこにいるやつも連れてこいよ。なんだなんだ、あいつ狂ってんぞあいつどうしたどうした、狂ってる狂ってる、大丈夫か、こちらぞ。よし、お前は焼肉になるな。あ、お前は焼肉になんねえよ。お前は焼肉になんねえよ。お前の子供が焼肉になんだよ。やばいな、かなり残虐だな、俺。やばいやつだな。上から餌をあげてるとね、トラップドアをね、起動させちゃうんだよね。ちょっとこれはまずいですね。まあ、こんな感じでハーフを引いてあげると、こうやって登って、ここからね、
よいしょ、閉じることができると。あ、これしゃがみながらやるとあれか、トラップドア起動しないっぽい。うら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 、食え食え、よし食え、うら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 、どんどん食え、うら大人になんだよ。オッケー、結構いい感じに、大人のね牛が大量に増えてきてくれたんで、ここいられ、じゃあトラップっていうかあれか、トラップドアを外しましょう。さあここに来て、こんな感じで開けてきます。こんな感じでトラップドアを全て開いてあげると、下にね子供がどんどんと溜まっていくと。かなりえげつないね装置が完成してしまいましたね。一匹だけね大人になってるやつがいるんで、おっとオンにすると溶岩が流れてて、あー大人の牛が悲鳴上げて、で大人の牛だけが焼き殺されてしまうと、そういう装置でございます。えぐいほらね、で焼いてやるから、すでにね調理した牛肉になるんで、いちいちね焼く手間がなくなるんで、これはすごいよ。さあこんな感じでいかがでしょうか。めっちゃ雨降ってるけど、めっちゃ雨降ってんな。これ雷雨じゃないの？え、雷雨だ。え、ちょっと待って、雷雨だ。雷雨だ、やばー、雷雨だ、びっくりした。一回閉めようということで、無事ね自動焼肉機完成いたしましたね。で効果も実証できたので、良かったんじゃないかなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録評価お願いします。また Twitter、Instagram やってますのでフォローお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳でした。グッバイ。雷雨だ、雷雨やるよ。